J-WAVE ワウミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。ユニゾンスクエアガーデン1020のギターボーカル斉藤光介です。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています。4月のマンスリープレゼンターは私斉藤光介が担当いたします。この番組にはゲストで出させてもらったりとか、あとリスナーとして聞かせてもらったり見させてもらったりしてるんですけど、すごくいい温度感で音楽の話ができる番組だなというふうに思っていますので、僕の好きなミュージシャンといい話ができたらいいなというふうに思っています。1ヶ月よろしくお願いいたします。今日はベースボールベアのボーカルギター小出雄介さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。小出さんは年も近いっていうところもあるし、下北沢出身バンドっていう印象があるので、まあ、そこでユニゾンスクエアガーデンと、まあ、同じ境遇といいますか、ちょっとだけ先輩として背中を追っかけてきたバンドだったので、いろいろとお話できたらいいなというふうに思います。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はベースボールベアのボーカルギター小出雄介さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。ちゃんと話すの初めてじゃん。そうなんですよ、ね、だからちょっと緊張してます。ですよね。お互いどんなテンポ感で喋る人間なのか、はい、まだあんま分かってないから。分かってないですね。なのに早速音楽の話をするんですね。そうですねパーソナリティあんまりまだ分からないのにいや、よろしくお願いします。でもなんかずっと同じような界隈にいながら、うん、対バンをしっかりしたのもつい最近が初めてだったりとか、う、ね、うちのツアーに出ていただいた。あ、そうですね、はい、で今度はうちのツアーに出てもらったりみたいなところもあって、はい、せっかくこうやって初めて、うん、お話できるので、はいはい、音楽的ルーツをいろいろと聞かせていただきたいんですけれども、はい、ミュージシャンを志したきっかけ、はい、教えてもらってもいいですか。志したきっかけってあります？何個かありますね。あるんだ。何個か。え、例えば斉藤君の場合は。僕の場合は小学生の時に僕、うん、日本にいなくって当時、うんうんうん、コンプレックスがめちゃくちゃあって、日本人なのに日本のこと知らないっていう、うん、でうちの父親が日本に仕事で行くたびに音楽番組をこうビデオテープに録画してもらって、それを何回も見てたんですけど、それで当時やってた歌番っていう番組に河村隆一さんがゲストで出てて、いつ歌手志したのみたいな話を聞かれた時に、普通になると思ってましたみたいなことを言って、でこうやんやんやんや言われてたんですよ。でもそれ見てて、俺も思ってるかもって思っちゃって、俺プロになるってもう決めちゃってるかもって。それ何歳ぐらいとか。小4とかで思ってんだ、それすっげえ、はい、リコーダーとかがうまかったんですよね、いや逆で僕はもう音楽全然興味なくて、授業で出てくるリコーダーとかピアニカとかもう全く意味分かんなかったし、はい、あ、そうなんですか、うん、まあ、ただ小5小6ぐらいになると、まあ、それなりに J-POP に興味出てくるじゃないですか。そうですね、はい、でそれで聞くようにはなってるけど、俺音楽好きだぜとは全く思ってなくて、当時僕バスケやってたんですけど、はい、で中学校入ってもずっとバスケやってたんだけど、はい、そしたら友達関係がうまくいかなくなるっていうことが起きて、でバスケ部辞めて、で中1半ばで帰宅部になっちゃったんですよ。でそうしたら父親が昔フォークバンドをやってたらしいっていうのは知ってたんだけど、実家にアコギがあって、でじゃあもうこれやるかくらいので、そっからなんですよ、うん、ちゃんと興味持った音楽。その初めてギター触った時に、うん、あ、向いてるとか好きだとかって感情はありました？いや全然それもなかったと思う。最初は痛いしかなかった。あ、指がね、お風呂入ると痛いんですよね、あれ。でアコギで始めてるし、はい、で父親が予備で持ってた弦をそのまま張ったん で、はい、で結構太くて、でそれで最初の頃練習してたからめちゃくちゃ指痛いし、なんだよっていう感じで、ひたすらな左手の練習は確かに知ってて、だから F 抑えらんないななかなかとか、まあやるじゃないですか。でも今思うと右手の苦労はあんましてなかったんですよ。
ストロークの苦労とかを知ってなくて、でその後友達とギターを練習するみたいな場面になった時に、はい、みんな右手が上手くなくて左手を教えてくれって言われるんだけど、はい、いや右なんだよなみたいなのがあって、で今思うと、はい、結構そこで得してたかもって、うわなんかめちゃめちゃ腑に落ちました今。なんか小出さんのあのライブの時の音の良さったらなくて、あれ絶対右手なんですよね、あの一本一本の鳴らし方というか、うん、鋭さみたいな、うん、それはでも天性のものかもしれないですね。いやでもそれは斉藤くんもそうじゃないですか。いやその斉藤くんのギタリスト視点で見た時のプレーとか、はい、いや俺やっぱできないなあれっていうこといっぱいありますよ。すごいだピッキング正確じゃないですか。どうなんですかね。でその分僕は結構大雑把っちゃ大雑把だから右手の雰囲気で持ってってるとかやっぱあるんですよ。あ、うん、面白いですね。なんかやっぱりギター弾いてるとどうしてもねこっちじゃないですか。こっちに行きがちなんですけどね。スコアもこっちしか乗ってない、乗ってないからね。こっちなんですね。こっちだと僕は思ってるんですけどね。でも勝手に比べちゃってあのおこがましいかもしれないですけど、うん、僕中学時代バスケやってたんですよ。おうおう、右手のこれじゃないですか。はいはい、あんのかもしれないです、ね、あるのかなどうですかね。右手のスナップ説ね。スナップ説。歌を歌い出したのはいつ頃。歌は中学校2年でオアシスのコピーバンド組むんですよ。あで僕はもうギター弾きたかったんで、はい、でリードギターでずっとやってて、ただオアシスの曲ってノエルが歌う曲があるから、はい、まあ、例えば Don't Look Back in Anger とかそれをやるってなると必然的になんか俺が歌うみたいな雰囲気になって、でそれが初めてだったと思うんですけど、で人前で演奏したのは中3のバンドの解散ライブがなんか楽器屋のライブ大会みたいなやつ、あの10代限定みたいなやつですかね、みたいなやつかな、はい、に出てトライセラーを演奏したんですよ。トライセラトプスのロケットに乗って演奏して、はいはいはい、でそれの歌も担当したっていうのが最初でしたね、人前で歌う。しっくりきました。いやその時あんましっくりきてなかったと思いますね。はあ、そうなんですね。あんまりもう歌おうと思ってなかった僕の場合は。もうギターが先、はあ、そうなんだ、うん、でボーカルをやろうと思ったらもっと後の話ですね。でやろうと思ったってかやってた方がいいかくらいの感じ。歌いたかったけど僕歌いたかったんですけど、うん、僕もギタリストだったんですよ最初、うんうん、あのブラフマンのコピーバンドやってたんですけど、で大学に上がったら自分が歌うバンドをやろうって思って始めたのがユニゾンスクエアガーデンなんですよ。あ、そうなんだ。あ、でも、はい、じゃあちゃんと歌いたかったんだね。歌いたかったです。僕の場合は自分で曲を作るっていう時にじゃあこれを人に歌ってもらうってなった時にこう歌ってとかっていう手間があるじゃないですか、はいはい、そうですね。それがめんどくせえから自分で歌ったら早いじゃないですか。それだけ。歌おうと思ったらもうそれだけですね。高校で組まれたんでしたっけベースボールベア。そうですね、1年生ベースボールベアになったのは高2です、はい、あ2年生、うん、そっか。じゃあそのコピーバンド中に、うん、じゃあ、高校に上がったらオリジナルバンドをやるぞっていう風な、うん、あそれは思ってましたね。それはもう中3ぐらいから思ってて曲を作ったりとかしてたんですけどね。小出さんに質問なんですけれども、はい、音楽人生に影響を与えた一曲を、はい、教えていただけますでしょうか。まあ、ただこの質問って斉藤君もそうだと思うけど擦り倒してるじゃないですか。そうですねそうだからもうなるべく紹介してない自分のルーツを今回ちょっと紹介したいと思ってて、はい、ジブラさんのチルドレンズストーリーという曲があるんですけど、はい、スリックリックっていうラッパーがいるんですけど海外のラッパーがいて、はい、チルドレンズストーリーって曲があるんですよ。そのカバーとかではないんですけどそれが元ネタで構成とかも似てて、でストーリーテリングなんですよね歌詞が、うんうんうん、カバーとかではないんだけどそういう子供に聞かすこういうことやっちゃダメだぜっていうストーリーテリングなんです、うんうんうん、でも韻踏んでるんですよ、はい、韻踏んでストーリーテリングっていうのがすげえと思ってお話になってる歌詞っていうのを多分初めてちゃんと意識したのはこの
ジブラさんのチルドレンズストーリーだと思うんですよ。なるほど。でそれでストーリーテリングの手法が好きになって、自分が曲始め書き始めた時に、うん、歌いたいこととかあんまないから、まあ、そうですね、はい、でお話書いた方がいいと、うん、でジブさんの、まあ、アルバムとか、まあ、ジブラさんの曲結構そういう曲多いんですけど、うん、この時期と、うん、を参考に、まあ、作ってったっていう感じです。なるほど。続いては楽曲制作について伺いたいと思います、はい、ベースボールベアの曲の作り方をちょっと教えていただけますでしょうか。うちは僕がアイデア考えてて、はい、でそれをスタジオとかでそのアイデアを一個一個試してってみると、うん、とにかくアイデアいっぱい出すんですよ、はい、リフでもいいしリズムパターンでもいいし、はい、でそれをスタジオで2人にこういう感じですって言って入ってやってみて、でそれをまあリフだったらリフとかをこうループするじゃないですか、はい、でそれであこうかなとかって言ってだんだん作っていくとか、あでそれやっぱ自分でも気に入っててこれはいけるなと思って実際スタジオで演奏してみたらつまんねえなとかってやっぱなることあるんで、家で全部作りきらずに遊びを残しといて、うん、でスタジオで演奏してみた感触で選んでいくってことですかね。それって打ち込みとかその、うん、ベースラインとかまでを弾いて聞かせるんですか、それとも口頭でふんわりこんな感じで四つ打ちでみたいな。あもう口頭ですね。あ口頭なんですね。もうなんかデモ作るのめんどくさいもう言ってやった方が早いっていう、まあそれはもううちのずっとやってきた蓄積があるからですけど、まあ、すごい綺麗に言えば信頼関係があるからできるっていうことですね、うん、めんどくさいからめんどくさいから任せてるっていう。あでもその方がバンド感は出ますよね確かに。まあね、そのバンドで演奏した体感込みで選んでってるから、うんうんうん、アイデアを、うん、自分で作り切っちゃってそれを演奏してもらうだとまた変わると思うんですよ、うんうんうん、あの曲のあり方とか形も、はい、うん、そのベースボールベアがスタジオで合わせるときはもう試曲はできてるんですか。いや、まあ、全然後ですね。何もない、何もない、ただリフだけ持ってきましたみたいなときもきっかけをきっかけから始めるっていうとこですね。である程度スタジオで合わせて、うん、あこんな感じだったらいいなっていうところまでできたものを持って帰って、うん、あでその後データでやり取りして、あでドラムのデータもらって、はい、ベースのデータもらって、で僕はそれでまた全体の構成とかをあのダウ上でいろいろやって。そうなんですね。で、まあ、当然レコーディングとかを念頭に置いた制作だから大体が、はい、でそれで大体の仕上げこういう想定みたいな、例えば音の演出とかここでこういうものが起きてとかっていうのもそこで作ってちゃって、であとはもうレコーディングの前にもうプリプロとしてそのデータで仕上げちゃって、レコーディングはそれのパラデータをまずこう流して、でそれの一個一個こう入れ替えていくみたいな、清書するみたいな、清書するみたいな作業ですかね。詩曲はどのタイミングで。もう詩はもう後です。でもメロはできてる、メロが先、そうメロはできてるけど歌詞はもう後でもう死にそうになりながら書いてるって感じ。やっぱりそうですよね、歌詞ってどうやって書いてますか。死にそうになってるっていう記憶しかないいやあの僕ユニゾンスクエアガーデンともう一個新しいバンド、うん、1020っていうのを始めて、はい、1020の方では書いてるんですよね。詩曲を書いてて、うん、絶賛何曲か書いてるんですけど、うん、大きい悩み事がずっとこう、うん、振りかかってくるみたいな感覚はまあ確かにありますけど、はいはいはい、その死にそうになりながらっていうのを聞くだけでちょっと心が軽くなりますねみんなこうなんだ、小出さんもそうなんだ、うん、いやもう本当毎回だ、なんで歌詞書くんですかみたいなちょっとその感覚わかりますね、うん、でも手抜いちゃいけないんですよね、まあ、一番悩まなきゃいけないとこかもしれないですよね。先にメロディーが決まるじゃないですか、はい、でこのメロディーライン綺麗だなっていうのがあったとして、うん、言葉がどうしても、うん、じゃあ一文字メロディーに対して多いってなった時、うんうんうん、どっちを優先しますか。まあ、自分の曲だから自分が歌うんであれば、うん、もう言葉に合わせてメロディー変えちゃうとか、だから逆に言えばその言葉の響きに合わせてメロディー、あこうした方がいいかももうあるんで、うんうんうん、それは全然いいんですけど、まあ、ただ提供曲とか作詞のみの依頼になるとやっぱそうはいかないん で、 そ、 うです、ね、はい、そこはきっちり作詞か仕事しなきゃいけないから文字数をカウントしたものをまず作って、それに合わせて結構きっちり、もう数字で数字で、あ
文字数を選んで、あとはそのメロディーによっては、あ、ここはその母音が「あ」とかの方がいいなとか、ね、いいならいいじゃきついなとか、うん、まあ、そういうのをちゃんとメモして書いていくみたいな。提供するってすごい不思議なんですけど、うん、あの歌う人によって母音の響かせ方も違うじゃないですか。違いますよね。あの、あが得意な人もいれば、うん、おが得意な人もいれば、うん、そこまで考えてるってことですかね。でもそこまで考えすぎちゃうと曲自体が持ってる響きみたいなものが損なわれる場合もあるから、うん、まあ、そこまでは当て書きしないようには知ってますけど、うん、そうなんですね。いや、勉強になりますわマジで。作詞どうですか最近。結構書いてて、書いてみて分かんないですよね。本当に分かんないですよね。なんか、うん、自分がいいなって思うものと評価が必ずしも一致しないじゃないですか、うん、例えばこういう思い入れがあってこの言葉を書いたけど、うん、その思い入れは自分しか知り得ないから、うん、周りから見たらよく分かんないものになってたりみたいな、はい、そこのバランス感覚がやっぱ気をつけてないと難しいですね、うん。ってことは伝わった方がいいと思ってるってことだよね。そうですね、うん、伝わらなさそうだなだと悩む。じゃあ1から10まで全部分かりやすく歌詞を書いたとして、それが素晴らしいかと言われるとそうでもない気はしてて、まあ、それをすると作文になっちゃう。そうなんですよね。音楽である意味がやっぱりなくなってくるから、刺さる1行があればいいと思っていて、はいはい、だからそこに向かうための山の作り方であるとか、一個バランス崩れるとなんかもう全部がこうパズルがはまんなくなっていく感じみたいなのがあって、 そこは本当にもうレコーディング当日の朝まで悩んでやってますね。あるある。ありますか？ありますあります。ありますか？伝わってる伝わってない問題は僕は結構開き直ってて、伝わってる方がいいに越したことはないんだけど、でもこっちはこういうもんだからって作ってる部分もあるじゃないですか、はい、芸術家サービス業家の部分でもあると思ってて、で、ね、はい、サービス業の部分をむしろ僕は葛藤するんですよ、うん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 、分かりやすく作られてるんだろうなっていうものがたくさんあるし、それが支持されれば支持されるほどそれの反対の立場取りたくなるっていうか、うん、分かられてたまるかみたいな。あ、それはすっごい分かります、うん、はい、まあ、そのバランス感は結構気分でもあるから。そうですね、本当にそうですね。気分にはよるんだけど、配分は試行錯誤してるかもしれないですね。うん、これまで作ってきた曲の中で、うん、思い出に残っている曲を教えてほしいんですが。提供曲の中で、うん、弊社の SMA のアイドルグループで、はい、アイドルネッサンスっていうグループがいまして、はい、そこを解散しちゃったんですけど、何年か前にずっとカバーをするアイドルなんですよ、うん、それこそユニゾンとかカバーしてやってもらいましたね。ガリオのショーケースという曲を、ね、はい、カバーをするアイドルなんだけど、オリジナル曲をついに出すってなって、うん、でそれのミニアルバムを僕が担当したんですよ、うん、はい、で結果それが最後の作品になっちゃったんですけど、うん、でそこで、まあ、前髪っていう曲を書きまして、うん、これでも人に当てる曲だから、はい、自分のものではないのに、当時まだ15から17、8ぐらいのメンバーに歌ってもらう曲っていうのがなぜかそこでつながって急に、でその前髪って曲を書いた時に、なんか作詞家としてちょっと一歩先に進めたなみたいな気持ちになれた。続いてはスリーピースバンドをテーマに話していきたいんですけれども、はい、うん、ベースボールベアが2018年からスリーピースとして活動されてますけれども、はい、そうですね、まあ、本格的に3人で演奏をしたのが2018年でもさっきお話聞くと、もともとギタリストだったっていうところで、うん、はい、そのギターと歌を一人でっていう時にできないことではないと思ったんじゃないかなと思うんですけど、大変でしたか？大変ですね。あ、大変ですか、うん、体質を変えるとからやんなきゃいけないって思ったっていう感じですかね。体質、うん、やっぱ4ピース時代は基本的にはバッキングが多いから、そうです、ね、はい、歌いながらバッキングが多いから、うん、間でリードを弾くとか、うん、テーマを弾くとかそういうこと全然考えてないじゃないですか、はい、でそういう意味では歌の方が比重高いっちゃ高いんですよね。そうですね、うん、はい、でそれギター全部自分で弾くっ
ってなった時に、まあ、今はまだしもその4人時代のものは歌い終わってそのまま自分がテーマを引き出すとかそれより作られてないし、まあ、歌裏とかもギター2本ありきで作られてるものとかもあるから、ね、はい、曲ができてるものはねそこから時間かけてアレンジを、まあ、考えていったりすればいいかもしれないけど、でもそもそも自分がそういう3ピースバンドのボーカルギターっていう体質では、ね、やっぱないから全然こう発想が出てこないんですよ。そういう3ピースバンドとしての曲作ってる時とか、はい、アレンジをするにしても、はい、だそこからやんなきゃダメだと思ってリードギターとしての感覚っていうのをもうちゃんと自分の中でインプットしなきゃいけないと思ってギターをもう一回練習しだしたんです。そこからもうまず理論からやろうと思って。そうなんです。教則本とか今まで読んだことなかったんですけどその段階まで、はい、もう大量に買ってきて大量に買ったんですね。大量に買ってきて、まあ書いてあること結局同じだけど、まあ、ね、教え方が違うから、うん、それいろいろもう読んで勉強していってひたすら練習したりとかしていって。うわ、そうだったんですね。あのもう一人メンバーを入れようとはならなかったんですか。なんなかったですね。うん、それはまあ僕だけじゃなくて全員なんなかったから、うんうんうん、じゃあもう3ピースで。いやすごい決断ですよね、うん、それもね。音源聞かせてもらってても、うん、バンドサウンドで絶対に押し通すっていうすごい強い、うん、あの意思を感じるというか、うんうん、ギターの役割はギターでっていう、うん、なんかそこがめちゃくちゃかっこいいなっていう風に思うんですけど、うん、なんかそこに対してのこだわりというか自分がギターを弾くっていうところのあり方みたいなのはあったりするんですかね。それは憧れの部分なのかなと思ってて、うん、で自分のギターヒーローとか、はい、自分の好きなバンドっていうのがそうだからっていうところに理由としては決着する気はするんですけど、うん、ギターがかっこよくなってるっていうそれが好きなんですよ多分一番、うんうん、そういう人たちみたいに憧れのその人たちみたいにかっこいい音色でギターが鳴ってる、それが一番かっこいいなんですね。あ、なるほど。そうで自分もそうしたいっていう、うん、うん、まあ、結構シンプルな理由なんですけど。ちなみにレコーディングの時って何トラックぐらいギター弾かれてます？トラック数は全然ないですね。そうですよね、うん、最近のは、まあ、メインのパートがあってでサビとかでその、まあ、音響的な必要性でダブルにしたりとか、まあ、同じこと弾いてるものが出てきたりとかはあるけど、はい、例えばソロとかテーマとか弾く時のに、はい、音源ではバッキングも弾いてるけどそれわざと薄くしてて、うん、こうあくまで3ピースっていう体裁を音源上でも崩さないですね。めちゃくちゃ潔いですよね、うんうん、僕らも初期はそうだったんですけど。初期そうだよね。もうインフレで今の10本20本弾いてそうなんだ。そうですね、そのベースボールベアでいうサビで、ダブルっていうのがもう A メロからダブルなんで、うん、ああなるほど。ずっと同じことやってる。同じことやってますね。でちょっと上げたいねってなったらトリプルとか。おお、あの厚みで上げていくんだ。同じことをやってる、例えば下の方で弾いてる、うん、E とかがあるじゃないですか、うん、それをあのもうちょっと上で弾く E を足してみたりみたいなことをしてちょっとずつこうかさ増ししてったらもう今、うん、あのやばいことになってますね。はい、ユニゾンのインフレの仕方もめちゃくちゃ独特だと思ってて、うん、そうですね、はい、最初の頃の確かに聞くとロックンロール憧れがすごいちゃんとある子たちだなっていうイメージなんですけど、で最近のになってくるとなんでこの量なんだっていう本当にそうなんですよ。いろんなものがなぜこの量なんだっていうふうに思うんだけど、でもあの量をやれるのは3ピースだからだと思うんですよ。結構3ピースのアンサンブルの話になると引き算の話になるじゃないですか。そうですね、はい、そういう意味ではユニゾンって確かに足し算ではあるかもしれないけど、うん、でも引き算の上に成り立ってる足し算っていうか、おあの手数は3ピースじゃないと逆にできないなと。
僕らに関して言うとロックへの憧れはあったんですけど、うん、音楽よく分かってなくってその、うん、詳しくないから、うん、発明していくしかなくって、はい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 、でレコーディングにしても1本ギター増やすと、うん、ちょっとかっこよくなるんですよねまあねちょっと派手になるんですよ、はい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 、でまあ性格的にも特に田淵なんかは足せば足すほどやったりやったりでテンション上がっていくタイプなんでちょっとずつちょっとずつインフレが起きて、うん今もうここまで来ちゃいましたっていう感じではあると思うんですけど僕はもう素材を生かしたいサウンドで多分トリプルとかにしていくと素材の元の良さみたいなとこから多分遠くなくなるないですね、はい、そういう意味ではサウンドの指向性が全然違うんだけど全然違うと思いますね、うん、でも発想は遠くないと思う実はわ、うんうん、かりますだからなんか違うけど同じみたいな感じが楽しいですよねユニゾンの曲聴いてて、うん、すごいと思う3ピースバンドの1曲を教えてください、はい、これはねもういっぱいあるんですけど、うん、3ピースバンドの曲聴きますたくさんでも今結構携帯がそのドラムベースギターじゃない3ピースとかもあったりするから そうだ、ね、そうなってくると結構ギタードラムベースのバンドとかでもまあやっぱりトライセラトップスが一番こう、うん、あスリーピースバンドかっこいいって思った最初かもしれないですね、うん、あそこは本当にすごいよねうん変ですよねなんか、うん、変、うん、ユニゾンスクエアガーデンが言っちゃいけないけど変うちはまだオーセンティックだからいやうん続いてはライブをテーマに話していきたいと思います、はい、小出さんはライブ好きですか、うん、好きですよライブうん再現性を優先するのか、うんうん、それともライブとして新しい解釈をするのかどっちなんですかねどっちもありますねどっちも、うん、再現しつつやっぱやってるうちに変えてっちゃうんですよ、うんうん、僕らだんだん決めとかが変わっていくとかあもうそもそもが変わっていくんですね変わっていく、うん、とかレコーディングではこういう解釈でやってた部分をもう全然違うリズム解釈でやっちゃってるとかうんもう全然ありますねそういう意味でやっぱツアーとかやると曲が育っていくし変形していくしっていうのはありますねどっちですかうちは絶対変形はしないです、ね、変形しないのかはい、もう決めたことはやるただそのはみ出したい人ははみ出していいよみたいな、なんかちょっとテンション上がったらあのギターソロちょこっと変えたりとかギターのコードもこっちじゃなくてこっち弾いてみるとかっていうのはあったりするんですけど基本的にはあの決められたことをやるあそうなんだただその瞬間に感じたものをこうパッて発するのは好きなので、はい、それは歌い方とかは結構その時その時で違うつもりではあね、じゃあ歌に出るタイプなんだねそれ歌に出るタイプかもしれないですねあ、うん、逆かも、うん、あギターですかギターに出るかもへえ。決まってるもの弾いてる時もあるけど、はい、ギターソロとか半分アドリブなんですよ実はへ歌い回しとかもまあ確かに出るけど、うんうんうん、ギターの方が顕著かもしれないですね音色作りはあ全然違うまず機材が違うんであそかそかそか、はい、それこそトラック数が違うっていう話をさっきしましたけど、うん、ライブだともう1本で何とかしなきゃいけないから、うん、いい音っていうそのなんだろう定義が違うんですよね、うんうん、レコーディングにおけるいい音、うん、ライブにおけるいい音の、うんうん、ライブはオールマイティで小回りの効くもので、はい、持ち返したくないから、はい、ワンマンライブでも2時間同じ音色でいけるものっていう風なやり方をしてます、うんうんね、リハの時にはい結構横から見せてもらってたんですけど、はい、なんかなるほどって思うシステム確かに今言ってた、まあ、オールマイティというかそうです、ね、一本で何とかしなきゃっていうことを念頭に置かれたシステム作りになってて、うわなるほどってローディさんがさ、はい、あのうちも結構昔来てもらってた人だったから、うんうんはい、でいろいろ話してたんですけど、うん小出君と全然システムの方向性が違うねみたいなあそうですか足元の話をしてきて、はい、まずプログラムでしょプログラムです僕、はい、ダイレクトなんですよはい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 プログラムするとごっちゃになっちゃう頭で
あでその音色ギターの音色に出るっていうのはその日によって踏むエフェクターが違うとかにもあるって、はいはいはい、今日はちょっとリバーブ多めでやってますとかいつも踏まないワウ踏みますとか歪み今日めっちゃ3個乗せちゃえとか、はい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 、結構あるんですよそういうのが。もうその瞬間に思うんですかそれとも瞬間に思うし途中でこっち行こうとかそういう踏み替えとかもあるけどでもプログラムされてるじゃないですか。そうですね、きっちり、はい、でも次の曲のディレイのタップをその前の曲でやってるとか、あのそういう時期もありました。それだいぶおかしいよね。おかしかった。あの変なことやってるなって思いながら良くないと思ってやめました。支障あると思う。支障あるし、なんかすごいこう気持ち込めてサビ歌ってんのに足元は次の曲の準備してるみたいなのが、なんかよろしくないなと思って。まあ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 確かにね。ただでさえバタバタしてるしね。ギターボーカルって本当に。小出さんはあれですよね、ロケット、うん、あのアンプ、アンプロケットにキャビがあれでかいですけど、あれ米アンなんですよ。え？ロケットをヘッドに米アンがなってる状態で。それもまたどうしてベースのキャビで？もともとロケットを使ってたんですけど、はい、でやっぱロケットって小型なんで、うん、全体のアンサンブルになった時にちょっと弱いって思う時があって、いやあの実際出音は弱いわけじゃないんだけど、はい、ステージでモニターするにはうちイヤモニ使ってないから、あそうですね、そうそうそう、生音なんでそかそかこう溶けちゃう、あ悪い音じゃないんだけど、うんこっちまで届かないっていうことが結構場面があって、でなんかないかなって思ってた時にちょうどシティベースが出るってなって、でシティベースってフェンダーのベースマンがイメージソースになってるアンプだからギター挿してもいいんですよ。あそうなんですね。でそれをレコーディングで試させてもらった時にそもそもスピーカーがいいねって話になって、じゃあ一回ロケットをヘッドにこっち鳴らしたらどうだろうってやったら、うわっってこれじゃってなって、そうなんだ。今のメインシステムがそれになった。へえ。いやなんかでかくて迫力あってかっこいいなと思いました。あの米安なんでね。そうですよね。そうそう。そうなんだ。うん、その小出さんがですね、はい、ライブを見てきたバンドで、はい、すごいと思ったアーティストの曲を教えていただけますでしょうか。はい、シックの、うん、おしゃれフリークという曲なんですけど、これシックの来日公演を見に行ったことがあって、はい、デュランデュランとの対バンだったんですよ。日本武道館で、はい、結構いい席で見させていただいて、ナイル・ロジャースの立ち位置の真ん前だったんですよ。でそしたらナイル・ロジャースの生音聞こえるんですよ。わーすげえいい音してて、うわーたまんないですね。飛んでくる音が人の音で聞いたことないジューシーな音が出てて、なんじゃこりゃって思ってで、まあ、忘れられない生音体験意味でやっぱすごかったですよ。シック、本当にすごかった、うん、感動がまあ今でも思い出せるぐらいなんですよ、はい、うん、そろそろ小出さんとお別れの時間がやってきましたが、今度対バンがありますね。はい、ありますね。はい、5月10日火曜日仙台ギグスで、はいはい、ユニゾンスクエアガーデンの自主企画ライブに出ていただきます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいです。以前、うん、イベントに呼んでいただいたじゃないですか、はいはい、その時に我々のライドオンタイムをカバーしてもらって、はいはいはい、カバーしました。あれがもうメンバー内で今爆流行りしてて。あ本当ですか。いや嬉しいです。いやねえむずいっす。むずいっすか。ユニゾンの曲むずい。まず、まあ、キーの設定が違うから、まあそうですよね、斉藤くんと僕とで、はい、で変えたにしても苦しいのよ。結構息継ぎがないんですよね。息継ぎない。ずっと歌ってるし、ずっと歌ってる。なんでこうしたんこうやっぱカバーしてみて分かる変な人たちっていう。いや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 お互い様ですよ。いやいやいや、でももうあれだけがっつり変えると自分たちの曲みたいにちょっと愛着がある。あそれは嬉しいです。はい、またこの日もやるかな。いやなんかちょっと催促してるみたいで申し訳ないですけど、まあ、聞けたら嬉しいですけどね。2回目なんで上手くなってるかも。いやめちゃくちゃ楽しみにしてます、はい、この日も。僕らも楽しみにしてます。
ユニゾンスクエアガーデン1020の斉藤光介がナビゲートしてきましたワーミュージック、いかがでしたでしょうか。初回ということもあって若干緊張感もあったんですけど、だいぶ小出さんに助けられていい話ができたんじゃないかなというふうに思っていますし、やっぱり1時間みっちり喋るとちょっと好きになっちゃいますね、相手のことをね。今度の対談がすごく楽しみになりました。そして次回のゲストはフォーリミテッドサザビーズから元くんが来てくれます。元くんとは付き合いも長いんですけど、実はあんまり音楽の話をしたことがないので、非常に楽しみですね。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は斉藤光介でした。